おはようございます。今は朝の8時ちょうどぐらいですね。さて皆様、今日は朝7時に起きまして、8時のアラームが7時に起きて、ぺちゃんとぽあやんの散歩と、あと自分たちの下準備と、でぺちゃんぽあやんがご飯食べ終わったので、今からはさちゃんたちのご飯の時間です。もうすでにね、腹減った言って待ちきれへん人はこうやってさっさとご飯食べてんだわ。おい、え？テイク2やなそれ。え？知れた、ミスディールすんじゃねえ。さてということで、さっちゃんも朝ご飯いただきます。目の前にローソンがあってね、ローソンでまた見つけちゃいました。中楽コーヒー、これもご当地コーヒー、わかんない、中楽って書いてる、中楽コーヒー、ご当地コーヒー買いましたので、これとさちゃんはパンを食べていきたいと思います。では、ご飯食べたら早速行ってみようか。もう目の前だしね。朝めっちゃ食ったらさ、出雲そば食べられへんと思って。あ、そうやな。買い戻して。では、後ほど。I wanna be happy, 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 happy. 回り道や。蕎麦屋この辺にある。うん、なんかいっぱいあるらしい。とりあえず今は蕎麦じゃなくて、あれやろ、わあ、めっちゃ雰囲気いいね。ほっ、あれちゃん、大吉とかそういうのがないんじゃん、多分。かなう、よい、よい、長引くとも治る、いてんよい、亡くなったも見つかる、バイバイリアリ、方角にしよい、旅行よい、いいじゃないか、よいよいよい。すいません。お参りしてまいりました。無事、はい、どうでした？念願のお守りも買いました。車用の交通安全ですね。そうそう、あの締め縄がめっちゃでかかった。抱きつきたかったわ。無理やな。オッケー。何やろうとも、近くにね、10時から食べれる蕎麦屋があるみたいなので、そう、やくもさんね、そちらに行って食べます。食べて朝昼ご飯、そうそう、兼用で、あ、クラフトビールいいな、美味しそう。
選べる2種セット全部さっちゃんのためにあるようなもん。さっちゃんが運転したら俺食えんで、ね、こんな感じでお土産屋もいっぱいあるし、なんだってほら見て、スタバがちょっとおしゃれ。出雲大社正門前通り店、住所がかっこいいな。そうでね、出雲大社は駐車場が完備されてるそうなんです。大型駐車場あれ、うん、あそこは無料だし、な右曲がらんかったよかった。そうそうそう、そこね、駐車場の札、はい、正面見て左側回ってくると出雲大社駐車場、この先 200m。 さあ今日のお昼はそば三昧、出雲そば食べます。福島行く前にそば比べなんていいじゃないか。比べるわけではないけども、ちゃんこれ五段割り子、さっちゃんはさっちゃんこの三色割り子にしてみようかな。いいね。いただいて、スバの横はサバ湯です。お出汁を少し入れて飲んでください。失礼いたします。はい、三色そばです。一色、うん、二色、それ卵、うん、卵、あ、三色、うん、これが一番興味だな。ゆうちゃんこれ一枚交換しようか。いや、いいよ。はい、三色そばこんな感じです。なんと開けてます。全部一緒、うん、開けてます。こんな感じです。同じのが1、2、3、4、5段さ、足りるのか。50段じゃないけど、ではいただきましょう、うん、どうぞ。いただきます。回したそうです。これで、腰がすごい。うまっ。次に移して。辛みのある大根、結構しっかり辛い。さすが七味が入ってるだけあって、え、とろろ、むしろとろろ、うん、あ、うまかった。満足です。はい、です。これはこれで面白いかも。味がどんどんさ、足されていくから。結構でも3枚多いね。全然。こっちのそばはちょっと多いんちゃう。もうパンパンに詰まってる。美味しい。ごちそうさまでした。超満足でした。お近くにお越しの際はぜひ。出雲大社の第一駐車場の目の前でございます。ごちそうさまでした。見てこの満面の笑み。うまかったな。めっちゃ美味しかった。来てよかったです。おー、また来るわ。ドア、今からちょっとだけここら辺お買い物できるところ内側入って覗いて帰ろうと思います。
なって思ってます。こんなん買ってみて、これは後で2人で飲もうか。チョコレートドリンクがあって、そこはゆっちゃんが言ってたクラフトビールの。あ、いいねダメですよ、ダメですよ。全然ソフトだって。おふく焼き、これやこれ食べたい。いらっしゃいませ。ただいま店内で普通にお越しいただきます。ご視聴ありがとうございます。買っていこうか。おふく焼きアイス一つ。ありがとうございます。これはぺっちゃんとこやにいいアレンジです。溶けるか？あんことアイスが入ってます。フグだよ。僕食べたら即があるよ。意外にさ、出したら腹がでかかった、まあ、フグやからね。そうやな、いただきます。さっちゃん、ちょっとあんこ側いただきますね。これはいらねえ。もうよっちゃんにも食べてほしいけど。オープンザドア。お待たせです。おもろキャラな顔してる。ぺちゃんとこやも服を、服を食べとけ、服を。いっぱい服を吸収しとき。ちょっと食べづらいか。ぺちゃん何割か食っちゃって。早い早い早い。さすが早い早い早い。はいはい、オッケー。はい、そしたらあとポヤの、はい、おー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 、うまい、はいねー、はい、オッケー。ザ、みかん。いつも親指導参拝終わりまして、その間のいろいろ楽しそうなところも参拝全部終了いたしましたので、このまま帰ろうと思います。では参ります。1日ここで遊んでても全然いいかもね、よっちゃん。すごいなぁ、白鳥。1はやばいな。444キロ走りました。うわぁ、すごい。ここから322キロ走る。おぉ、760キロ。そういうことですな。そういうことですね。今回の島根旅行、ゆっくり来れたね。よかった。3日間少しずつこう、何、島根の方に向かってきましたけども、めっちゃ良かった。ゆっくりだったし、自分たちのペース、最初は飛ばしすぎだったけど、少しずつペース分かってきたな。そうそうそう。このパターンでいくと編集する時間が取れないという。あ、まあ、そう、絶対的課題を今後解決していくというね。ほんと半日、観光したら半日は編集みたいにしてもいいのかもしれない。あ、そうそう、ね、今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画いいと思いましたら、ぜひグッドボタンお願いいたします。で、コメントも待ってます。次回はどこかな、どこかな、ウグスマか。ちょっと頑張って編集して皆様に早くお届けしようと思います。また遅れていくからな。やばいやばい、本当すいません皆様。現在新事故サービスエリアです。はい、ここからあと残り400キロぐらい。はい、400キロ。300キロぐらいか。ゆっくり帰ります。だいたい夕方ぐらいに着く予定です。はい、今がまだ午前中なんでね、早めに出て帰っていきましょう、はい、うん。
ということで皆様、次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。バイバーイ。さっちゃんの顔が消えてるよ。あ、バイバーイ。マヤンの散歩とご飯済ませて、今からはさっちゃんたちのご飯の時間です。さっちゃんはおにぎり、さっちゃんは缶で朝ごはんいただきます。あ、ごめん、ごめん、ごめん。